BMW8 シリーズクーペをベースとする謎の開発車両をドイツニュルブルクリンク付近でスクープした。8シリーズクーペは約2年前に登場したばかり。派生モデルとしてコンバージブル、4ドアのグランクーペ、高性能モデル M8 など展開しているが、フェイスリフトには時期尚早だ。スクープサイトスパイダーセブンのカメラが捉えた開発車両は一見通常の8シリーズクーペだが、よく見るとフロントエンドのローグリル、インテークカバーが外され、インタークーラーが露出している。さらにリアサイドウィンドウが通気口と偏光カバーに置き換えられているほか、背面ガラスも覆われ、その下の何かを冷却し覆い隠そうとしている様子がうかがえる。その下の何かとはズバリエンジンだ。リアエンドではテールライトおよびバンパーやディフューザーが新設計され、クワッドエキゾーストパイプのカットアウトはベースモデルより大きく見える。足回りにはレッドキャリパーを備える高性能ブレーキシステムが見られることからも、 M850i をベースにしたミッドシップスーパーカーの開発車両の可能性がありそうだ。 BMW のミッドシップとして思い出されるのは、2019年に発表された次世代フェブスーパーカービジョン M ネクストだ。しかし最新情報では市販化は見送られたと伝えられており、現段階でこの車両を特定するのは困難だが、全く新しいスーパーカーを開発している可能性も高い。この新型スーパーカーに関する新たな情報を入手次第お伝えしていこう。新型車を最速スクープスパイダーセブンをチェック。